こんにちは。モーニングステップス担当の栗原晴久です。夢は繰り上げ返済です。なるほど。まず、同じテンション、同じ目線、同じスタンス、全く同じものが毎日現れるということに一番の重点を置いてますね。で曲に関しては、必ずヒットチャート、まあ、いわゆる専門用語でいう CHR ですね、これをかけます。いきなり懐かしい曲からとか絶対始めないです。やっぱり、ラジオはというか、モーニングステップスは、時代を映す鏡だと思ってますから。 Now! ニュースも Now! 曲も Now! それに対して聴いていただく方々がどう感じ取るか、どう反射板にして今日一日のテンションを感じ取っていただけるかっていうところに主眼を置いてます。まあ、よく言われるんですけど、遅刻したことないんですか？これがおかげさまでまだ一回もないんですね。15年で。ただ、一度だけ30秒前にスタジオに着いたことがあります。そりゃもう本当にもう内臓が飛び出るかと思いましたですね。まあ要は寝坊だったんですけど、あれよく間に合ったなと。その時は本当に焦りました。一番のハプニング、今でも忘れないです。ちなみにその日の放送と1時間前に仕込んでやるいつもの放送とクオリティが変わらなかったっていう、これどういうこと？まあ私が FM 横浜に期待することっていうのはちょっと立場的にはおこがましくなるので、というのは私は FM 横浜に雇っていただいてますから、FM 横浜が私に期待をしてくださってることはこんなことなのかなっていうのはなんとなくいつも考えながら仕事を放送してるつもりです。じゃあ何なのかって言われると今ちょっと うまく答えられないんですけど、 あとは放送聞いていただいてる皆さんが私に期待をしてくださってることも意識してやってるつもりです。なのでリスナーの皆さんも FM 横浜のお偉い皆さんも厳しいご指導お願いします。これはもう私はものその魅力に取りつかれてまして、山あり海あり、それから東西に幅広ですよね。で、横浜という港町、まあ、川崎もありますけど、この東京湾沿いの港の経済、と一つのという一つの都市ですね。それと湘南というこのビーチサイド、そして県央地区という、この県央地区という土地が実は私最近思い知らされたんですけど、横浜よりもうんと歴史が古いんですね。で、例えば一つの例で言うと、もう川が流れてますよね。で、川沿いにいっぱい昔酒蔵があったんですね。日本酒を作る蔵元で、その蔵元さんたちは、今10いくつあると思うんですけど、その皆さんって実は創業明治どころか江戸時代なんですよね。1800どころか1700何年にできた酒屋さんが今でも代々受け継がれて営業してたりして、そういう意味では横浜はたかだか157年なわけでして、そういう意味では県央地区というのはこの神奈川という地盤を、まあそれはそうですね、鎌倉時代とかあったわけですし、小田原城もあるわけですから支えてきた地区があり、そして天下の県箱根の山もあるというバラエティーさに続婚です。地元でおすすめのスポットはどこかな。まあでもやっぱりみなとみらいから馬車道関内
本目に至るまでのその中心地、海沿い、港沿いの一帯ですかね。やっぱり東京にはない風景ですよね。ですのでその横浜、まあ要は横浜の中心地なんですけど、ここには無限の可能性が秘められてるなって勝手に期待してて、もう例えばサンフランシスコの港ってフィッシャーマンズワーフって言って、横浜と同じようなこの海沿いの公園があって、そこにこういっぱいこう軒が連なっていてお店があったりするんですけど、もう横浜もいずれ東京オリンピックとか、その先の都市開発とかでインフラの再整備できっとさらに山、まあ、例えば山下公園周辺ですよね。で、あの赤レンガとかあっちの新興埠頭ももう今ショッピングモールがいっぱいできてますけど、いくつか、さらに賑やかになりますから、楽しい街になるんじゃないかなと思いますね。まあ、ラジオの魅力、まあおそらくその魅力に誰よりも取りつかれてる一人だと思うんですけど、ラジオは日常の鏡だと思ってるんですね。例えば一人ぼっちでいるときに、誰かと一緒にいたい人がラジオをつければ誰かと話しているような気持ちになる。ラジオから聞こえてくる A さんと B さんの会話がまるで友達と一緒に、教室で、無駄話をしている時のような感覚になれるっていう、そういう日常的な親近感っていうのがラジオ全体の魅力だと思います。なので私も極めて、ラフなスタンスでいつも会話をしてるんですけど、まあお前ラフすぎるって言われることあるんですけど、魅力、まああとは FM ラジオは、私はこだわって FM ラジオの世界に飛び込んだので、やっぱり音のエンターテインメントボックスだと思ってます。なので、日常を映す鏡であるラジオの中の音にこだわったエンタメボックスが FM ラジオ、これが答えですね。まずはいつも聞いていただきありがとうございます。聞いていただく方がいらっしゃるから私たちは仕事が成り立ってるんだと思っています。なので、皆さんがいらっしゃることを毎日意識して放送しているつもりです。ちょっと話それますけど、24時間ラジオを2年前にやらせていただいたときに、夜中の放送で果たして人がその公開場所に来てくれるかどうかってすごい不安だった時があって、その時に結構自問自答して、自分はどんな気持ちでやったらいいんだろうかって深く考えることができた日でもあったんですけど、その時に出した結論が、というか思いに至った結論が、やっぱ、DJ は一人でも聞いてくれる人がいればベストを尽くすべきだっていう答えになったんですね。だから一人でもいれば一生懸命やろう、夜中でもって思って行ったら、結構100人ぐらいの方がいてくださって、すごく感激した覚えがあるんですけど、そういう意味では、この例えばこの今の動画を見ていただいているあなた、が一人でもいてくださる間は一生懸命やりたいと思いますので、お付き合いをお願いします。